1000年以上続く行事とされる辺栗町幣原の環状綱掛けが1月8日に行われました。去年保存会を立ち上げてから初めての綱掛けは行事を地域で支える願いを込めたものになりました。環状綱掛けまたは綱打ちと呼ばれる行事は地域に悪霊や疫病などが入らないようにとの願いを込めさまざまな地域で行われています。辺栗町幣原では地元の寺金勝寺の縁起と深いつながりがあり龍神を模した綱を川にかけます。ただ近年は地域の高齢化や新たな住民の増加などで行事の伝承が難しくなってきたことから去年4月に保存会を立ち上げました。作る方法なんかもなんか伝承しにくくなってきてるのが一つと地域の、集まりというのがね横のつながりを作ったり何かこう一つのことをやって結束するというそういうような場が欲しいなというのは保存会ができて最初の綱掛け。これまでは男性だけの行事とされてきましたが地域を盛り上げ伝統行事をつなぐために初めて女性や子どもなどもミニチュアの綱作りに参加できるようにしました。地元のそういう触れ合えて楽しかったです。最初の方難しかったですけど、慣れてきたら意外にパーってできました。お父さんはあっちでやってます。3年前ですかね。ちょうどコロナ始まってしまって、ちょっと綱打ちは今回初めて参加って形になるんですけども、伝統行事も初めて参加なんで、すごいちょっと有意義な時間過ごせたなっていうのは思いましたね。川にかけられる綱作りでは女綱27メートル、メンズ綱12メートルを大勢の男性が編んでいきます。そして女綱には、男性らしさというシンボルですね。はい、そういうことにしてください。放送コードギリギリなんです。また編み上がった綱は年男に巻きつけられ、女綱とメンズ綱を一つにします。そして祈願とお祝い、厄除けの行事が行われます。最後に竜田川の上へ御綱を渡し、面綱を支柱に巻きつけると行事は無事終わりです。長いこと続いてきてるものを無事続けられたというのはほっとしてるとこですけども、今まで知らなかったお母さんとか子どもたちとも、触れ合うというかね、ちょっと話もできたし、少しでもお互いに触れ合える地域になっていくんかなというふうには思ってます。皆さん、うちまひょかよろしく。はい。